こんにちは。今日はですね、関西ですね、近鉄でございますね。近畿鉄道ってだっけ、近鉄の大和田駅に来ております。駅の周りですね、なんもないですね。なんか山がありますけど、山があって、なんと珍しい公衆電話とポストもあります。そしてなんとここ嬉しいことに自動販売機があるんです。秘境駅ないですけどね、なかなか自動販売機あります。しかもですね、むしろこっち、しかもですよ、さすが近鉄ですね。なんと自動券売機もあります。でここに料金表もあるんで、はい、京都まで1100円、名古屋まで2280円、難波まで850円、やはり日本一長い施設ということで、ね、料金表、難波から阿倍野橋も850円ですけども、奈良720円、名古屋、ね、京都とかですね、 ありますね。なんでしょう、ピーピーピーとかなんか鳴ってますけどね。でこっちですね、向こうに なんか踏切が降りてますけど、なんでしょうね。でこちらあれですね、あの向こうにちょっと見えますかね、こっち歩いていくとちょっと何軒か家あるんですよ、結構村集落ね。それで多分ここに駅があるということで、結構原付とか駅前車も止まってます。でポストもあって、なんだ、特急だ、特急吉野行き、特急吉野行き2両編成が今通過してきましたね、通過してきました吉野行きが。でこっちに集落があって、多分集落の人たちが原付とか車を置いて電車に乗っていくということでしょう。だから向こうは何もね、あんまりなかったんですよ。で入ってきます。でなんとここにもタッチパネル式の改札がありますが、当駅は終日係員が不在でございます。ご利用のお客様やご理解とご協力をお願い申し上げます。防犯カメラ作動中、ありがたいですね。そういうので結構電車来ますね。平日阿倍野橋行きが28分58分、祭日も28分58分、朝の7時だけ3本、あとは30分に1本なんで30分おきにありますね。で土日も30分おきに上下線あるということで、で当駅からということで、ちょっとこれから大和高田に行きたいと思います。入ります。ないです、改札ないんですけれども、乗車券買ってないのに入っちゃいましたけどね。でこっちが吉野方面ですね、吉野方面。でこっちが阿倍野橋方面ですか、阿倍野橋方面で、こっちが吉野方面で、ここはですね近鉄吉野線の駅ですね。近鉄吉野線大和田ということで F51、 左が下市口と右が福上ですか、ね、でこっちこの先行ってもね、普通に森だけでトイレはありますが、あとは何もないですね。結構バイク来たかな、バイク取ってきましたねって感じで、まあ、たまに車も来るし、車止めて仕事に行ってる方とかいるんでしょうか。大和田ということで来てます。近鉄ですね、吉野線の駅です。これだけですね、結構コンパクトな感じだなと思います。あーちょっとね、夕暮れになってきて、今時刻は、5時15分ぐらいで、ちょっと涼しくなってきました。5月ですね、5月はいいですね、暑くもなく寒くもなく、いい気候ですよ。でこんな感じで向こうに村あって、山あって駅ということで、以上大和田駅でございました。